JR タワーは札幌市中央区にある複合施設。本項目では海営企業の札幌駅総合開発についても記載する。札幌駅の高架化に伴う旧地上駅跡地の再開発事業により建設し、2003年に開業した北海道旅客鉄道の複合商業施設。 JR グループによる駅ビル再開発としては1997年開業の京都駅ビル、1999年開業の JR セントラルタワーズに次ぐ大規模再開発となった。後にアピア、パセオ、エスタ、札幌ステラプレイス含む JR タワーと合併したため、延べ床面積は35万644平方メートルに改定している。 4つ合わせた商業施設の総称を JR タワースクエアとしていた時期もあるが、現在はすべての商業施設を総称して JR タワーとのみ呼んでおり、百貨店の大丸札幌店と合わせて大通地区とともに札幌市内最大となる商業エリアを形成している。札幌駅1階の東西にあるコンコースと一体化した形で地上1階と 地下1階に大きな通路を設けており、これを境に施設は大きく3つのブロックに分かれている。外観には3代目記者のデザインを取り入れて、札幌の街と駅の歴史や記憶の継承を意図している。2つのコンコースに挟まれた中央胸を急走に押さえて4代目記者の水平線のイメージを残しているほか、超高層胸を 東側奥にセットバックして建築することで、駅前広場と調和したヒューマンスケールに配慮している。正面中央部には、北海道出身の彫刻家、デザイナーである、五十嵐ケ雄による、星の大時計を配置しており、大時計の外壁下部に貼られたソーラーパネルを動力源にしている。他方、当ビルの開業により、本来、 新幹線駅用地として確保されていたはずの道地が、日本鉄道建設公団の反対や、当時の札幌市長、道知事などの論戦があったのにもかかわらず、JR タワーに転用されてしまい、北海道新幹線の札幌駅設置が混乱を極めたことや、北海道旅客鉄道内部では、華やかなビル開発に、 スポットが当たるようになり、赤字の鉄道事業が軽視されがちな風土を生み出すことにつながったとの指摘もある。札幌駅総合開発は JR タワーの運営管理などを行う企業。前身は1997年設立の札幌駅南口開発であり、2005年にアピアを運営する札幌駅地下街開発、エスタを運営する札幌ターミナルビル。 パセを運営する札幌ステーション開発と合併して札幌駅総合開発と称号を変更した。2006年からは札幌駅総合開発とオリエントコーポレーションによる提携カード JR タワースクエアカードを発行するなど一体化した販売促進や運営管理を行っている。2016年に筆頭株主である北海道旅客鉄道は 保有株式の一部を JR 北海道グループ外の第三者に売却した。店舗、事務所、倉庫等の不動産の賃貸業及び展望室、駐車場等の経営建物、駐車場等の警備、清掃、保守、修繕等の管理業医療品、食料品、飲料、種類、タバコ、事務用品、日用品雑貨、民芸品等の販売音楽、演劇、 映画、スポーツ等各種催し物の入場券、商品券、旅行券、宝くじ、切手、飲酒類等の販売委託公衆電話の受託業、コインロッカー及び自動販売機による営業、広告業及び広告施設の賃貸業、損害保険代理業及び宅配便の取り継ぎ業地下街の通路及び広場の管理バスターミナル事業運動施設及び、 遊戯施設並びにカルチャーセンター等の経営前、各号に付帯し、または関連する一切の事業 JR タワー、オブザーブトリー T38 東東地下1階から6階までは、複合商業施設、ステラプレイスイーストになっている。高層棟は高さが173メートルあり、完成時は、東北、北海道地方で最も高い建築物であった。7階から20階までは、 貸し室、JR タワーオフィスプラザ札幌であり、7階8階に、クリニックフロア、ファーマライズ医療モール札幌がある。1階と22階から36階までは、JR タワーホテル日光札幌、最上階は、JR タワー展望室タワー38になっている。ホテルと展望室は、トリップアドバイザーによる、エクセレンス認証を受賞しているほか 展望室は、日本夜景遺産施設型夜景遺産に認定されている。地下3階には、地域冷暖房施設、札幌駅、南口エネルギーセンターがあり、天然ガスや、再生可能エネルギー、深夜電力を活用したコジェネレーションにより、電気、蒸気、融雪温水、冷水を供給している。 札幌駅南口地区地域熱供給システムとして、第8回新エネ対象資源エネルギー庁長官賞、札幌 JR タワーの高ジェネレーションとして、第17回電気設備学会賞技術、部門施設賞を受賞している。JR タワーホテル日光札幌札幌駅総合開発に、関するカテゴリー、JR タワーホテル日光札幌に関するカテゴリー、 ありがとうございます。